皆さんこんばんは、どんな週末をお過ごしでしょうか。花の金曜日がやってまいりました。4月13日金曜日、13日の金曜日。瀬尾さん今日どうしたんですか。どうしたの。すごいニヤニヤしちゃったじゃないですか最初から。あのね、なんだろう、すごい個人的な話なんやけど、はいはいはい、ごめんね、ちょっと今日博多弁とかボロボロ出るかもしれんけど勘弁してね。もうすでに出てます。そう、はい、あのね、はい、今日はロケもなくお休みだったので午前中にずっと家で今期放送の始まったアニメを片っ端から撮るねに撮りためてあったのをドゥワーって見てて、見ながらアメーバのナウでこれこんな感じ、これ面白い、これ最高とかのボス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 つぶやくっていうのをやってて、で午前中を過ごしたわけですよ。でそれが終わってなんかほやっとするなと、なんかこう頭がくるくるするぞと、これは見すぎたなと。ちょっと待ってください。はい、見すぎたなと思って、ここの番組があるので、よし、お出かけの準備をしようって言って、こう着替えて、家にこうガッ出てみたら、なんか寒気がすると。うわ、寒気がすると。関節が痛いと。これはなんか、ポワンとするぞと。まさかの、まさかの、どうもですね、はい、発熱中のよう。大丈夫ですか。だからね、ちょっとね、距離を置いていた方がいいかもしれないから、今日はね、ちょっとね、ちょっとテンションが普段とはちょっと違うかもしれない。だからなんかあんなちょっとエレガンスな感じの。エレガンスな感じ。はい、なのであの今日はめいちゃんの回だから、セオアスカアイドル化計画の下りがあるからこういう。こうなんかちょっと可愛いっぽいコスチュームっていうんじゃなくて、これはあの寝巻きの上に着てたガウンです。そうなんですか。しかもそんな諸事情話してくれて。そうでもあの、アニメをいっぱいわーっと見てですね、今期も面白いアニメが多いなと今日この頃です。4月になってもですね、アニメばっかり見てます。あのバイト先の子からも瀬尾さんのブログにはアニメとゲームの話しか出てこない。いいじゃないかね。はい、本当に、4月から何かありますか、面白そうなもの。アニメですか。アニメじゃなくてもいいよ。アニメ見てる。アニメ見てないんですよ。怒涛の新作ラッシュだよ今。あ、そうなんですか。すごいアニメは分かんないんですけど、新しく始めてることは、そう、私あるんですよ。何ですか。最近、歌謡曲を勉強してるんです。歌謡曲。そう、歌謡曲っていうのは昭和歌謡曲みたいな感じ。そうです。美空ひばりとか。あ、そこまではいかないんですけど。どの辺あのピーナッツさんとか、ザ・ピーナッツさん。あ、いいね。とか、あとなんだろう、和田アキ子さん。和田すごいところに行きましたね。このルックスで和田アキ子ってなんだって思うかもしれないんですけど。それはあの感じで歌うの。いや、まあ、まあ、ね、まやるのあれを。そう、あのなんかね、でも、まあ、いつもよりかは気合を入れて歌います。ね、そうなんか私たちも先週の放送が終わった後にカラオケからちょっとずわーっと流したりしたんですけど、カラオケ歌ってる様を。あのあれは多分ダメなので内緒にしといてくださいね、見てる人はね。内緒じゃない。あ、そうだ、もうこれ生放送だもんね。やっぱりなんかちょっとおかしいよね。今日ね、今ポワンとしてるから。そうそう、ポワンとしてるので、じゃあもう今日のことはあの皆さんあの半分ぐらいで見といてください。半分くらいですが、こんな感じか。瀬尾さん半分で、いつもの半分しか能力出せません。よろしくお願いします。ポワンとしてます。じゃあキャラがすごいブレブレですね。大丈夫ですか。もうね、本当暑いんだ。でも脱ぐと多分寒いと思うんだよね。でしょうね。始めましょうか。はい、はい、じゃああれ読むよ。そうですね、読むよ、はい、いくよ、はい、の集まる楽しむ、そんな感じ。 ATS はい、改めましてこんばんは。今日はちょっとおっとりお姉ちゃんキャラでいきたいと思います。熱のある瀬尾アスカです。よろしくお願いします。
やりづらそうですねやりづらいなと思ってるでしょそのキャラがブレブレはいどうぞ、はいはい、皆さんこんばんは。ふわふわとちっこ甘々系アイドル、キャッピーが口癖のメイリコトカンのメイです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。甘々ふわふわウケウケ、13日の金曜日とは思えないですね。そうですね、始まりですけれども、はいはい、今日はなんと裏でコナンをやっていると。そうみたいですね。この番組はですね、もう宿命なんですよ。うん、金曜ロードショーが裏番組にあるからそうこの間もなんかルパンで、そう先週はカリオーストロで、その前は紅の豚で、ね、あのなんかジブリ週間みたいのがあるじゃん、ね、あのラピュタを敵に回したりとかね無理だっつうのよ本当に、ま、あの中にはちょっとこうコナンを見ながら見てますっていう人もいました。ふむふむ、はい、いましたいました。コナンを見つつなんかをやりつつ見てますっていう人もいましたし、ほうほう、うん、なんだ、BL 刑法発令、誰が攻めで誰が受けですかとか書いてある、はい、あの BL 刑法発令の理由はこの後に分かります。読む。 BL ベーコンレタスだ、違うちゃうね、うまい、はい、カチューシャがある、あ、そうです、今日はちょっとあのカチューシャつけてみました。なんか始まりがおつやっぽいよって言ってる人もいるけど、おつやじゃないよ、ちょっとホワンとしてるだけだよ。そう、瀬尾さんがホワンだからね。そうだよ。アポロン見ました？見た。アポロンよかった。アポロンね、あれはね、長崎弁ですよ、最高ですね。坂道のアポロンっていうアニメが始まったんですけどね、ごめんね、わかんないごめんね。なんかいろいろありますけど、みんなやっぱりこうアニメこれ見てますとかあれ見てますとかですね、ポワンポワンポワトリンか、わかる人がいるのかわかる人は限られるぞ。ポワトリンわかる？わかんないです。わかんないよね。なんでナルトメスとか知ってる？にょにょにょって言われたにょって言われたよはい、まあですね、あの昭和歌謡を突き詰めていくということで、それは今年の目標で、あのそれ理由があるんですよ、後で話しますね。分かった、じゃあ後で楽しみにしてるよ、はい、はい、じゃあ今日もですね進めていきたいと思いますが、はい、この番組 ATS スタジオに観覧にお越しいただくことができます、はいはい、スタジオにお越しいただきましたら当番組2000円の観覧料を頂戴いたしますけれどもですね、はい、今日はこの1個前にあの町田ありさちゃんのアリサワールドがやっておりまして、それとセットでご覧いただきますと、こちらの番組はなんとなんとお得な1000円でご覧いただくことにあらわやすいます。素敵素敵、はい、ということでぜひ投資でですね3000円であの3枚握りしめてですねお越しいただきたいと思います。あの私どももお金をいただくのは大変恐縮なところではあるんですけれどもね、あのよろしくお願いいたしますということで、はい、ぜひともぜひともよろしくお願いします。はい、またですね、あの番組へのメールもお待ちしております。メールの宛先はこちらです。 info@akiba.tv 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 までどしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日もですね早速メールをいただいておりますので、こちらちょっとご紹介したいと思います。はい、じゃあめいちゃんにはこっちを読んでもらおうかな。まずめいちゃんの方からお願いします。はい、はい、瀬尾さん、菅野さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんにゃ。初めて菅野さんできました。あ、初めて。よかった。超喜んでる。超喜んでる。よかったね。そう、いつもプラナリアさんで来るから、はい、そんな複雑な心境だった。ちょっとね、あのね、あのメールをくれる人がね、今日は誰が出るのかよくわからないっていうあるらしくて、よかったです、今日は。いや、嬉しい。はい、はい、菅野さん、うん、ATS 出演は慣れてきましたか？うん、慣れてきましたよ。よかったよ。はい、はい、自分も3月から新しい職場になって1ヶ月ほど、まだまだ勉強しないといけない部分もありますが、うんうん、なんとかやっていけるように頑張っている最中です。菅野さんも瀬尾さんと一緒に番組を盛り上げていってくださいね。応援しております。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちなみにヨッシーさんからですね。ありがとうございます。今日も来てくれてますね、ヨッシーさんはチャットの方にもお越しいただいてます。はい、チャットはですね、見てくださってる方は遠慮せずにどしどしご参加いただいて構いませんので、はい、はい、新しい方ももうどんどんお待ちしております。はい、はい、ではですね、こちらはハンドルネーム ST さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 ATS 金曜日様、2号機のパイロットさん、あんたバカわかるわかる
それだと思うんだ今日白いけどね秋走れアシスタントさんこんばんは今日は加納さんですはい、4月に入りすでに新番組ラッシュになりましたそんな中アニメで噂の AKB48 が放送されましたAKB のアニメがねアニメになったんですよね看板あるやつだそうそう、はい、なんとこっちでも放送が始まるそうですこっちというのはですね ST さんは広島の方なんですよ、うん、しかも一番早いスタート日と同日というのに驚きました基本こっちでアニメ放送は遅れが多いので一番早いスタート日と同日というのは自分の中で驚きなのです地方あるあるそう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 地方の人はね見たくても見れなかったりすることがあるんでそこで皆様に質問です、はい、思い出のアニメ作品があれば教えてくださいちなみに自分はシティハンターツルピカハゲマルプロゴルファーサルこの3つです他にもあるけど、中でもシティハンターが一番好きです特に第1話と第3話がもう大好きですということでそれでは残り時間頑張ってくださいとはい、うん、ありがとうございますこの3点が出てきたあたりで年代が分かりますけどねわかりますけどね共感できる方もいらっしゃるかと思いますが、うん、なんかこうこれ好きだったっていうちっちゃい時に見たようなアニメでもいいけどあの、うん、私、うん小学校の時に、うんうん、ランマ2分の1が大好きだったんですよ今再放送してるじゃん嘘もっともっとやってるよずっといやだ見なきゃ、うん、ランマはね私も世代ですよ、ね、めっちゃ好きだったんですようんランマ面白いよねそう、うん、で私ずっと、うん、あの学校行ってる時間帯に放送だったんで、うん、見れなかったんですよ、うんうん、だからずっとビデオに撮っておいたのに、うん、最終話だけビデオ撮り忘れてあるあるよそれはめっちゃ大泣きしたんですよどうなったのって言ってじゃあ今再放送やってるからじゃあずっとチェックしてみたら最終回見れるよきっとそう、うん、やだ、まあ、じゃあカムさんのために最終回してる人は内緒にしといてくださいそう、はい、ぜひともランマねそうめっちゃ好きだったんですよランマ私ね中国には受信教本当にあるって信じてたもんそんな感じ信じてたあれなんか落っこちたらなんかに変身できる泉が中国に湧いてるんだって思ってたもんそうもう本当になんか洗脳されてたんですよ、うん、私もそうそうそうなんかならないかなと思って水かぶったことありますもんねそうねはい、ちなみに私はですねもう人生の中で一番最初に物心をついてこれはって残ってるのはマシン英雄伝渡るっていうアニメですすごいみんなうなずいてるけどどうしよう、ね、分かる人は知ってると思うんですけども、うん、マシン英雄伝渡るというアニメがありましてねもうそれがきっかけで田中真由美さんがもう私の中では神様になりましたもうそこら辺からずっと10年来ですけどもはいなんかみんないろいろ言ってますねファーストガンダムとかさよなら絶望先生が好きだって言ってる人いますしシティハンターはやっぱりいいですねっていう意見が多いですねAKB は新潟では見れるかどうか分かりませんとはい、いうことですけれどもはい、まあ、皆さんもいろいろとですね思い出のアニメっていうのがあるんじゃないかと思います最近北斗の拳とかタイガーマスクとか桜大戦とか古いアニメが再放送が始まってたりもするので、はい自分の好きなアニメが再放送になるかもしれませんのでぜひぜひチェックをしてみてくださいはい、はいそれではですね昭和スカが行くあっちこっち見て歩きロケのコーナーに参りたいと思いますが実はですね先週BL バーミラクルジャンプさんというお店をご紹介する予定だったんですけれどもなんとですね映像が間に合わず画像をお出しすることができなかったので動画を、はい、今日ですね改めて画像込みでご紹介させていただきたいと思います。 BL ベーコンレタスではありませんはいボーイズラブでございますなんかいい声でした、はい、ねメイド喫茶っていうのはいっぱいいろいろ秋葉原ありますけれども、うん、BL バーっていうのはちょっと斬新だなということで工藤さんと2人でですねちょっとドキドキしながら取材に行ってまいりました。その VTR がございますので、はい、BL 警報発令いたします。発令いたします、はい、得意不得意あると思いますのでちょっとこうやりながらこうやりながらでも興味のある方は見ていただきたいと思います。じゃあ VTR スタートいきたいと思います。はい、VTR スタート。はい、
ATS ではいろいろなお店のご紹介をしてきましたけれども、今日もまたちょっと変わり種です。BL バーミラクルジャンプさんにお邪魔しています。今日はですね、店長の太一さんにお越しいただいてますので、お話をいろいろ伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずカメラの方に向かって一言自己紹介からお願いします。はい、BL バーミラクルジャンプの店長をさせていただいてます太一と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋葉原ですね、いろんなメイド喫茶ですとか、あとはメイド喫茶から羊喫茶ができたりですとか、あの男性向けから女性向け幅広くいろんなお店がありますけれども、この、まあ、名前で BL バーっていう名前が出ているぐらいですから、なんとなく想像はつくんですが、どういったコンセプトのお店なのかっていうのをちょっとご紹介していただけますか。まあ、その名前の通りなんですけれども、ボーイズラブをテーマにしたアミューズメントバーという形になっていて、あのボーイズラブが好きな女性の方や、まあ、あんまり言いづらいかもしれないんですけど、そのボーイズラブが好きな男性の方、またはなんか観光目的でいらっしゃる方も、すべてのお客様に楽しんでいただけるようなバーとなっております。なかなかですね、他にはない感じですよね。はい、私もちょっと来たのが初めてなので、ちょっと緊張でドキドキしてるんですけれども、いろいろとおすすめのメニューなどご紹介をしていただきながら進めていきたいと思います。はい、でさっきですね、とりあえず一通りちょっと説明をしていただいたんですけれども、ドリンクのメニューなんかもいろいろと面白いんですね。後でちょっと映してご覧いただきたいと思うんですが、まず基本的にはバーなのでアルコールのドリンクがいろいろあるわけですけれども、ここに攻め受けって書いてあるんですね。攻め受け、もう秋葉原の方には説明しなくても分かります ね、攻め受けはいちいちここで説明しなくてもね、はい、書いてあるんですが、これちなみに攻め受け、どういう違いでこういったことを書いてあるんでしょうか。見ていただくと分かるようにはなってるんですけれども、攻めがアルコール類になっていて、受けがノンアルコールソフトドリンクという形になっていまして、お好きなようにカップリングという形でこう掛け合わせていただくカクテルとなっていて、で今回新しくメニューを一新した時に、このアルコールの強さをその鬼畜攻め、真面目攻め、ヘタレ攻めといって、まあ、3種類に強中弱をお選びできるような形にさせていただきました。これはもうあれですよね、強い方が鬼畜攻め。そうです、ね、なるほど、ドエスが鬼畜ということで、ね、はい、はい、攻め攻めでも、うん、受け受けでも、ああなるほど、そういうことですね。はい、そうですね、いろんな妄想を膨らませながら、はい、ドリンクを選んでいただきたいと。そう、そうですね、ウォッカだったりジンだったりとかに、クンだったりサンだったりチャンだったりとかって、このなんか位とか年齢層がもう妄想できるような形になっていますので、そちらも楽しんでいただければと思います。そしてですね、もう一つちょっと面白いなと思ったのが、お店のスタッフさんなんですけれども、二次元スタッフと三次元スタッフがいると。はい、当店二次元スタッフと三次元スタッフがいまして、二次元は漫画の中のミラクルジャンプで働いていただいているスタッフとなっていて、で三次元スタッフは、まあ、リアル実在する秋葉原のお店で働いている三次元スタッフ、ミラクルジャンプで働いている三次元スタッフという形になってます。はい、スタッフさんもちろんですね、男性ばかりなんですけれども、こちらの後でちょっと抜いて写してもらいたいと思うんですが、これはオリジナルで出してる漫画なんですよね。はい、オリジナルの漫画となっております。キャラクター、これ漫画っていうのはどなたか漫画家さんが書いてらっしゃる。はい、漫画家さんに書いていただくいただいてますね。なるほど、じゃあその漫画の中でお店のストーリーがずっと進行中なんですね。そうです。ちなみに今何巻ぐらい営業を1日目っていうような形になってて、で最近2日目が販売される形になりました。
じゃあもうお客様のご要望に従って以下続刊中と。そうですね。はい、まあこの2次元の店員さんたちで妄想していただくもよし、3次元のリアルな店員さんで妄想していただくもよし、もう女の子にとってウハウハの、お店となっています。ではですね、少しお店のメニューを実際に見せていただいてご紹介いただきながら進めていきたいと思います。このお店一番のおすすめを一つ教えていただけますか。はい、当店の一押しメニューはこちらの BL シェイカーというメニューになっております。でこちらのメニューはスタッフ2名を選んでいただいて、攻めと受けっていうポジションを決めていただいて、お好きなシチュエーション、そうですね、好きな妄想に膨らむような、出しちゃっていいんですね。そうですね、全部出してください。そういうメニューとなっております。はい、ではですね、私もちょっと実際に目の前で見て平常心を保っていられるかどうかが不安なところではあるんですけれども、BL シェイカーをお願いしてみたいと思います。ちなみに今日 BL シェイカーしてくださるスタッフの方を紹介していただいてもよろしいですか。はい、しゅんくんとつかさくん、しゅんくんとつかさくんに、はい、じゃあお願いします。はい、こちらのお客様から BL シェイカーいただきました。ありがとうございます。こちらのメニューはお客様に攻め受けを、はい、まず決めていただくんですが、僕が旬で、私が司君、まず攻めの方をどちらにするかお決めください。お客様から決めてください。はい、じゃあしゅんくんが攻めで、つかさくんが受けでお願いします。はい、はい、ではさらにシチュエーションもお客様の方に決めていただきたいと思うので、何かお好きなシチュエーションなどございますか。はい、私の貧しい妄想力ですけれども、じゃあ男子校のサッカー部の先輩と後輩、はい、そういうのがあるんですね。うわ、じゃあ後輩攻めで、はい、お願いします。先輩で受けが後輩で攻め、先輩、なんでちゅ、お疲れ様です。なんでちゅ、かわいいな、いつも、もう今日は一段とかわいい。先輩疲れてませんか。マッサージしますか。あ、お願いするよ。受けます。お待たせしました。ありがとうございます。眼福でございました。はい、ということでドリンク作っていただいたんですけども、これ太一さん、はい、演技力がものを言いますね。もうすぐで2年なんで、みんな磨きがかかりました。はい、すごいアドリブ性と演技力と頭の回転速くないとこれできないですよ。すごいですよね。BL 本をやっぱり読んでると、なんかこうポッと出てくるようなシチュエーションだったりとかするんで、意外となんか初めはこう後ろから抱きながらシェイカーを振るっていう形だけだったんですけど、なんか徐々にエスカレートしてって妄想力がすごい爆発するような感じになってしまいましたね。いや、これはちょっと演技を志す人は一遍ちょっと訪ねてみた見ても面白いかもしれないですね。うん、私もちょっとドリンクいただきながらのんびりあとお話を伺っていきたいと思います。はい、それでは先ほど BL シェイカーで作っていただきましたドリンクをいただきます。さっぱり、なんか桃とカルピスみたいな感じのものが、あの行為の果てに桃とカルピスが出てまいりました。色が白なんで、
あーなるほど、際どいところですね。ありがとうございます。それではですね、リニューアルしたばかりのこの、ミラクルジャンプさん、最後に、一言、視聴者の方、これからご来店されるお客様にコメントをお願いします。はい、ミラクルジャンプはですね、不女子の方、不男子の方、またそうでない方にも全部のお客様に楽しんでいただけるようにお店作りをしていますので、秋葉原にお立ち寄りの際は遊びに来ていただけるとすごく嬉しいです。ちなみにその時には太一さんを接客にご指名することっていうのもできるんですか？全然できますので、はい、ぜひぜひ、イケメン揃いですので、不女子の方、狙い目ですよ、狙い目ですよって言うと変かもしれませんけれども、ぜひですね、実際に書いてらっしゃる方ですとか、想像を膨らませるのにもぴったりだと思いますし、面白いと思いますので、足を運んでみていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。取材させていただきましたミラクルジャンプさん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。どう、ちょっと行ってみたい感じは、もうね、私も目の前であれがこう繰り広げられるから、ぷひゃーってなってて、テンションが眼福でございましたとか言ってると思って、今ここでちょっと笑っちゃったんですけど、そう、なんか、店長さんのコメント、なんかみんな磨きがかかってきましたとか。やっぱり開店からほとんど同じ店員さんのメンバーでずっとやってるから、卒業式とかそういうのがあったりとかもするみたいだし、ファンの人もついてるみたいだし、個人のファンっていうよりもカップリングのファンっていうのが多いんだって、不女子の人には。何攻めで何受けがいいとか、誰攻め誰受けがいいっていうカップリングファンがいるわけですよ。なのでですね、不女子の方はもちろん意外と男性も多いということなので、普段市の方もぜひ足を運びいただきたいと思います。ちょっとこう新しいですよね、なんかもうメイド喫茶はいろいろ出尽くした感があるけど、男性から対するこう女性にアピールするお店っていうのはまだちょっと少ないかなと思うところがあるので、しかもなんか本当になんだろう、即興でできる、感じ、あれ言ったらもうその場で考えてその場でパッてやっちゃうから、へー、ほーと思いながらちょっと感心してみちゃったんですけど、なんか無茶振りとか言いたくなりますよね。だから凝った設定を考えてくる人もいるみたい。もっと細かいセリフとかこんなこと言ってとか。あ、じゃあなんか、本当にそういうの好きな方にはもうなんか今日はこれでいこうみたいな。もう一つフードメニューで BL ポッキーというのもありますので、こちらもぜひ、こちらは、リアルなダチョウ出川さんみたいな、はいはいはい、で行くので、今ここでかぶりつきで見てた人がバイトの募集はありますかって言ってるんですけども、はい、それは直接 BL ジャンプさんにお問い合わせをいただいてよろしくお願いします。はい、ということで、今回はミラクルジャンプさんご紹介させていただきました。ありがとうございます。ではですね、興奮冷めやらぬ場内ですけれども、ここで、心をちょっと切り替えまして、はい、秋葉先輩のイベントレポのコーナーに行ってみたいと思います。はい、今週もですね、出たがり秋葉先輩がイベントのレポートを持ってきてくださってますので、秋葉先輩を呼びたいと思います。じゃあ、はい、メイも一緒に呼んでね、せーの、秋葉先輩。はい、どうもどうもどうも。すごい、なんかこんな感じ。秋葉先輩真ん中になった方がいいね。メイリーに熱が移ると、よろしくないからね。じゃあ僕が倒れる。あ、そういうこと。秋葉先輩が倒れると、ここは動かなくなりますけどね。そうです。最近ちょっとね、締め切りがね、追われてるんですよ、ということですね。実はね、もう昨日今日と、実は、木曜日の ATS をご覧の方はご存知かもしれませんが、昨日今日と UDX で行われました秋葉スクエア、春広場の方に、私ども秋葉 .tv とエコパスが出店いたしまして、そのあれで2日間1日中いまして、今日無事に終わることができました。なるほど、あまり寝てない感じ。あまり寝てないですね。でもうあれですね、出たがりな私秋葉先輩はですね、
UDX のステージに立ちまして、秋葉ドット TV を宣伝してくるとですね、ステージデビューを果たした。その後にですね、フリーザさん、アニソンディスコの方もね、はいはいはい、アニソンディスコの方々とか、あとはですね、今井あさみさんとかあやめさんとか出てるステージもありまして、私をアイドル化するよりも秋葉先輩をアイドル化した方がいいんじゃないですか。いや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 、もう35ですよ。いらないよ、そんな年間の。はい、じゃあ、さっきでは気を取り直してですね、うん、まずこちらからご紹介いたしましょう。うん、ですね、4月の、今度のですね、うん、9月にですね、うん、まあ、初めて京都で行われます、はいはい、京都国際漫画アニメフェア2012というのがございます。そちらの記者会見が先日行われましたので、まずはその模様をご覧いただきたいと思います。VTR よろしいでしょうか。それでは VTR お願いします。はい、京都国際漫画アニメフェアにあたりまして、京都市長、京都市長の角川さんをはじめといたしまして、総総統のウェイマーが揃っております。思いっきりなんか横が入りましたけども、すいません。はい、ですね、まず京都国際漫画アニメフェアはどういったものなのかということで、ですね、略称長いよねということでですね、略称も紹介されました。京マフということで、マフということですね、こんな感じで京マフ、いかにも京都らしいロゴもできましたということで、そう、京マンガアニメフェアということで、応援サポーターで AKB48 の渡辺真由さんの命名だということでございまして、こちらの、ことが紹介されまして、でですね、まあ、京都の漫画に関わる、数々の要人の方がですね、秋葉原集結いたしまして、このような形で会見を開きました。京都暑いですもんね。でこちら、京都市長の門川大作さんという方なんです。いつもこの格好なんですよ実は。市長、市長です。和服ですかこれ。そうなんですよ、京都らしいでしょ。で紙紙もつけてます。ですね、ちょっと喋ってることをどう言ってることかって言いますと、やっぱりその京都でね、やっぱりそういう漫画とかそういうことに関する、やっぱりそういう文化っていうのは実は根付いてはいるんだけども、やっぱりどうしても市場が首都圏にあるってこともあって遠いと、うん、そうですね、うん、それなので今までそのままだといけないということで、京都をはじめとする大阪神戸の関西の分野での地域 その漫画での活性化をやりましょうということが今回の趣旨ですよということを説明しております。いいと思います。はい、こんな感じでですね、この人は熱い思いを語ったところで、この方が発起人になりまして、で数々の漫画の関係の、大御所の方たちが、じゃあそれだったら頑張りましょうよということで、声を上げたということでございます。でこの後出てくるのがですね、実はこの実行委員長であります、こちら手塚プロダクションの社長の増谷さんという方なんですけども、はい、そろそろ出てくるかな。まあ、この方もやっぱりそういった形でですね、やっぱり京都と、ま、という漫画をやるってことで意味なんですけども、やっぱり京都というと伝統文化がございます。日陣織とかいろいろありますよね。そういうものと結びつけたら実は新しいものが生まれるんじゃないかと、そういうコラボレーションということで、そういうことはやっぱり京都でやる意味があるし、実は京都にはですね、漫画に関する博物館、京都漫画国際漫画ミュージアムというのがですね、ありますよね。ご存知ですか。お隣、滋賀県のお隣ですから、もしかしたらご存知かもしれません。出身地だもんね。そういった形で、初めこれは日本初めての、博物館なんですけども、そういったのがあったりで、やっぱり関わりがありますので、なんかそういったことで面白いことができないかということで、地元のそういう企業とかもやっぱりそういうところに関心を持っているし、この時に同席していたら、例えば角川グループの会長であります角川嗣彦さんもいらっしゃったんですけども、やっぱりその方もですね、まあ、東京でやる意味も当然あるし、東京でも常に3月、この間も紹介しました東京国際アニメフェアっていうのもありますけども、やっぱり関西でやるっていう意味もあると、ね、ということで、3月に東京国際アニメフェア、9月に京都国際アニメ、漫画アニメフェアというのをやることにはやっぱり意味があるので、こういうサイクルを繰り返していくことによって、あとそういう日本から発信するいいサイクルができるんじゃないですか、ということでこういった形の提案をいたしましたということで、関西まで来てくれれば九州あたりからも人は行けますよね。そうですね、足を運びやすいです ね、東京だとかね、この間、ね、千葉とかの幕張メッセとかしょっちゅうやってるけど、なかなか関西でそういったものっていうのは今までなかったので、もちろんビジネスデーもあって、そのパブリックデーっていう形もあるんですけども、やっぱりそういうのが、今まで大阪ではなかった、大阪
6名その関西圏ではなかったということで、あの京都の特に京都の方がこういった形で声を上げてますよということでございます。まあでこれで今日、まあでも今市場が首都圏なので、ぜひメディアの方も首都圏の方のメディアの方もぜひ関西にあの足を運んでくださいねっていう形で今回プレスの発表が行われたという次第でございます。こちらの方はね、京都であのゲームのそういう制作をしているトーセって会社があるんですけど、そこ の、はい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 、あの社長さんでございます。結構有名な方でございます。こういった形でそうそうたるメンバーが会見に臨みましたということでございます。はい、以上でございます。というわけでですね、なかなかと真面目なご紹介をしましたが、今解禁日程が決まっております。はい、9月の21日がビジネスで、22、23日の土日が、こちらがパブリックで、皆さんが一般参加できる会場でございます。場所はですね、京都市官業館都メッセというところでございます。で近くにですね、実は平安神宮というのがあるんですけども、いいとこですね、そこでアニソンのコンサートをやる予定になっております。そんなとやっちゃう、やんだって平安神宮でやっちゃうやっちゃうということでございますので、そちらもぜひチェックしていただきたいと思います。すいません、 URL ちょっと口頭で読み上げますね。はい、こちらの公式サイトが先日オープンしたようです。http://kyomafjp 京マフ JP というふうに覚えていただければと思いますということで、お近くの方ぜひ、まあ、半年後ではありますけども今からチェックしていただければと思います。ということでございます。でですね、続いてちょっとすみません、はい、長々とご紹介しますが、実はこちらの秋葉ドット TV に関わることで言いますと、先日もご紹介いたしました声優プラスというですね、はい、なんて言ったっけな、アプリ、iPhone とかスマートフォンのアプリ、電話かけるやつですね。そうそうね、声優さんと電話がかけられるという、はい、で、明日もありますけども、うん、i リーグ、第2第4土曜日の i リーグの新人声優の方もですね、はい、実はその声に登録されてるんですが、でその声優プラスの、無料イベントをですね、開催することが決まりました。今日発表でございます。実はですね、このタイアップイベントというか、まあ、ちょっとコラボレーションイベントという形で行われるんですが、先ほどの BL でしたけど、今回はユリアニメの、ユリアニメのくっつき星というのがあるんですけどもそちらの上映会の日にその会場でやらせていただくことになりました。4月の22日から24日までですね、渋谷の東京渋谷にありますオーディオトリムっていうところの、という映画館があるんですが、それのところでくっつき星の上映会をやってるんですよ。はい、でそちらの上映会の後に、声優プラスのイベントをやらせていただくということで、しかもこのイベントを我々秋葉ドット TV が番組にしちゃいますということが決まりました。すごい、ありがとうございます。トモスさん、ありがとうございます。トモスさん、ありがとうございます。はい、で時間がかなり遅いので、この番組とほぼ同じぐらいの時間です。22時10分からの1時間というのがありますので、日曜日、火曜日の ATS の人はどうするんでしょうかというところなんですけど、まあ、上映会の後に声優プラスのイベントをやるんですが、どういった内容ですかというところなんですけども、まあ、声優プラスなんで、新人声優の方がですね、いろんなことをこういうセリフ言ってもらいたいなって声でかけてくるわけですよ。というわけでそのユニアニメであるくっつき星のアテレコをやります。生アテレコだけでは、ね、やっぱりねあのそういうユリのセリフをずっと言っていくと、あれこういうことにならないかなっていうところを期待することも、ニコニコしてるよならないかなっていう、いや皆さんの代わりにニコニコしてるんですよ僕はあのユリってあまり得意じゃないですよっていうことで、このようにそういう話じゃないっていうすごいニコニコしてるそうですね、もうなんで突っ込むの？さっきの時と顔が違うんだもん。真面目にやんないといけないでしょこれ。というわけでですね、はい、もう一度おさらいいたします。4月のうるさいよ。4月の22日、23日、24日の3日間連続でございます。うん、夜の10時10分から1時間、東京渋谷のオーディオトリムという、映画館で、オーディオトリム渋谷という映画館でやります。こちらは、アニメくっつき星の上映会の後に行われますので、ぜひくっつき星を見てから、こちらも楽しみいただければと思います。はい、上映会の方はですね、1000円でご覧いただくことなので、そのまま引き続きは、無料でご覧いただけるということなので、ぜひこの機会に、ご覧いただければ、もちろん声優プラスの方もぜひスマートフォン の方はぜひダウンロードして試してみてください、ということでございます。
じゃあまたこれについてはまた来週また時間がありますので、ちょっとそういうところもちょっとちらっと触れたりとかしますし、実際番組がのどういう風になるか決まりましたらまたご案内させていただきます、はい、ということで以上でございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。佐喜眞先輩でした。先輩よ、風邪ひけ。お腹食わせはいはい。今の声の人はですね、今さっきまでそこでミラクルジャンプちゃんの紹介をかぶりつきで見ていた方です。もう主に砂かぶり席ぐらいの勢いの近さで見てた人ですね。はい、緑川くんが出てこなかった行きなさいよ自分で。はい、さてということでですね、はい、続々といろんな情報が入ってますので、またキバドット TV でもご紹介していきたいと思います、はい、それではですね、はい、めいちゃんと2人でやっております新コーナー、はい、セオスカアイドル化計画。イエーイ。もうね、本当すいませんっていうですね、いやいやいや、こんな私をアイドル化しようじゃないかという無謀な計画をスタッフが立てまして、はい、ね、その師匠に、お師匠にめいちゃんをやってもらおうということでですね、グラビアポーズを指導していただいたりですとか、はい、いろいろしておりますが、今日はですね、どういったことをご指導いただくんでしょうか。はい、はい、今日はですね、うん、アイドルの鉄板、うん、はい、キャッチコピーを考えましょう。キャッチコピー、キャッチコピー、赤信号みんなで渡れば怖くないみたいな。そんなこと言ってるようじゃアイドルになれませんよ。すいません、すいません、先生。そうですね、はい、そうですね、メリー先生はキャッチコピーありますもんね。はい、うん、ふわふわドジッコ、甘々系アイドル、うん、ウキャピーが口癖のメイリン、うん、ことかんのメイですみたいな感じの。なるほどなるほどなるほど、はい、これはあれですな、見てる人たちにもちょっと、はい、ネタを出していただきながら、ぜひとも、はい、私昔ですね、某声優養成所に通ってた時に、はい、クラス全員作らされたことがあるんですよ、そういうものを。一人ずつ作れって言ってみんなの前で発表したのが1個ネタがあるんですけど、はい、それをじゃあちょっとやってみましょうか。お、瀬尾さんのキャッチコピーまで。何て言ってるか分かんないっていう節はあるかもしれませんけど、そこはあったかい目で見ていただいて、はいはい、こっちこっちでやるの。はい、いきます。じゃあちょっと、はい、歴史ちかっぱ水筒杯、旅する博多っ子瀬尾あすかです、っていうのを作ったことあります。わかります、わかります、わかった、日本語でした。日本語ですよ。日本語ですかって言われた。歴史が好きなので。歴史が好きでですね、昔バスガイドさんをやってたという経歴があるので、そこら辺を持ってみようかなと思って、旅する博多っ子瀬尾あすかですっていうのを、こんな風にですとか言ってないけどね。作ってみたことがあるんですが、ほう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 、ダメをダメをダメを出してください。すごいめっちゃ外国語に聞こえました。そうですね。やっぱりだからあれか、何言ってるか分かんないかもっていうのがそれなんですね。たまにポロッと博多弁が出ると、うん、何て言ってるのか分からない。今分かった、その、うん、その真実。そうそうそう、多分ね、あの画面の人たちもみんなポッカーンってしてる。あ、本当かわいいって言ってる人がいる。本当かよ。本当だよ。最後下がってますもんね。あ、下がってる。かわいいって。はい、どこら辺を生かして、どこら辺をどういう風に変えたらいいですかね。でも、うん、いいと思います。なんか歴史好きっていうことを、うん、みんなにアピール、うん、そして、うん、なんかバスガイドさんをやっていたよっていうところも、うんうんうん、入れつつ、うんうんうん、いいと思います。いいと思いますか。いいと思います。これでいく、これでいっていいですか。ただ分かんない。そう、ただ日本語かな。旅する博多この前が分からないでしょうね。ですよね。もう一回おさらいしてもらいたいです。ですね、歴史ちかっぱ水筒剣っていうのは、そこが分かんない。歴史とっても好きだから、ほほほほほ、旅する博多っ子手を合わすかです。水筒剣ちかっぱ水筒剣、ははーんって照れるな。これアイドルって大変だね。そうなんですよ。はい、博多の人しかわからないかも。そうですよね。じゃあ標準語でやった方がいいかな。あ、それを標準語にすると、歴史とっても好きだから、
あなたが好きだから。チキテクだって。ダメ、違う、違う、ダメって言われました。いきなりの片言みたいな。突然ね、かまいたちさんが乗り移ってきましたけど、どうしよう、キャッチコピー、他のスタッフにいじられる35歳、秋葉先輩です、違う。それ違う人よ。もう、なんだ、なんか 北斗の拳に通用しそうな言葉だったな。何が、チカッパ水筒拳が北斗百裂拳の仲間、チカッパ水筒拳。でもなんか、うん、そう、いい、なんか博多弁を生かすっていうのはいいと思うんですよ、うん、いいと思うんだけど、なんか聞き取れないからどうしようかなっていう。これはやっぱりあれですね、花丸大吉先生にもうちょっと頑張っていただいて、博多弁をこう東京に浸透させていただくっていう、あるんですよ、コミュニティに。博多弁を全国区にっていうコミュニティがあるんですよ。そうなんですか。そこ入ってますけど、入ってますけども、入ってる。まあ、じゃあそうですね、じゃあ、うん、次回からちょっとこう、それで、じゃあ、そうだな、チカッパがまずいよね、多分ね、チカッパがわからんよね。水道券は、言われたら、あ、はいはいってなるんですよ。じゃあ、歴史とっても水道券、旅する博多っ子、瀬尾飛鳥です。いいと思います、いいと思います。その方がいい。いいと思います。ありがとうございます。スタジオの観覧のお客様が、その方がいいというお言葉を、ありがとうございます。はい。秋葉のことなら俺に任せろ、秋葉の帝王、秋葉先輩。それも違う。違うから、私人気者だな。大人気だね、秋葉先輩。一緒にアイドル化計画に乗りますか。おじどる、おじどるみたいな。うるせえよ、どれと。じゃあ、次回からこれで名乗りを上げたいと思います。はい、はい、ということで、じゃあできちゃったじゃないですか。できちゃった、ありがとうございます。あ、なんか円滑に進んだね、今日ね。そうですね、そうですね、素晴らしい、ありがとうございます。そうだった、うん、グラビアポーズについてもですね、ツイッターとかでこういうのいいんじゃないですかっていうのをこの1ヶ月の間にくれた人が、うん、2週間の間にくれた人がちょっといたので、じゃあ今日はそんな感じで写真に写ってみたいと思います。おー、はい、楽しみだ。よろしくお願いします。なんと水筒券、なんとなんだ。なんとなんだ。そうか、じゃあ滅びるよね、多分一人ずつ死んでいく中の人なんですね。なるほどね。はい、お、何でも真面目に華麗にこなす歴史好きアイドル、背負わすか。おー、おーおーおー、ありがとう。華麗にっていうのが、華麗にが、辛い方のカレーになってる。まあ、いいでしょう、いいでしょう。はい、ね、さて、まあこんな感じでキャッチフレーズができましたので、はい、じゃあ次回も先生よろしくお願いします。うむ、よかろう。ありがとうございます。おっす。はい、さてではですね、こうやってなんだかんだでこうなんちゃかんちゃ進んでますけれども、意外にあっという間に1時間で経つもんですね。そうですよね、うん、なんかそう、はい、BL から始まり、そう、 BL から始まりの、はい、ね、もうなんかちょっと熱下がってきた感じするもん。おー、素晴らしい。汗いっぱいかいて。いやー、よかった。はい、はい、よし、じゃあこのまんまのノリでエンディングに行ってみたいと思いますけれども、その前に、はいはい、なんで歌謡曲推しなの。そうなんです、あのですね、うんうん、私がやらせてもらっているユニット、うん、ライヤーっていうユニットがあるんですけれども、はい、それで浅草の活性化のために、はい、浅草リトルシアターさんの看板娘をやらせていただくことになってますよ。すごい、はい、ありがとうございます。いや、歴史情緒ある町、浅草ですよ。そこでですね、うん、毎週木金土日、うんうん、ほぼだな。そうなんです。ほぼだな。そうなんです。はい、のお昼11時から、はい、浅草ロックショーレビューっていうショーに出させていただくことになりまして、はい、そこでなんと歌謡曲をやることになったんですよ。そうですね。浅草といえばですよね。はい。それで
和田彦そうなんです。なのでそっか、あのさっき誰かが杉山浩一先生の歌歌ってほしいって言ってたよ。歌謡曲、昭和歌謡曲といえば杉山浩一先生杉山浩一先生ってあのドラクエの曲を作ってる人なんだけどあの昭和の歌手にいっぱい歌謡曲も書いてるから名曲がいっぱいあります。杉山浩一先生もちょっと調べてみたら有名な曲も多いからいいかもしれない。それだったらアニメが好きな人にも通じるし、ふむ、うん、いいかもしれないよ。今日はちょっとあれですね、ユーストニコ生の調子がおかしいところがあるみたいですけれども、うんうんうん、本当ですね、また切れたって言ってる、ね、演歌じゃなくて歌謡曲なんですね、うん、そうなんですよ、うん、今は、うん、そうザ・ピーナッツさんの曲、うんうん、まあ、ザ・ピーナッツさんの曲なんですけど、うん、あの W さんがあのカバーされてるじゃないですか。そっちバージョンを練習してますね。なるほど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 。あと、うん、あの小泉今日子さんの曲だとか、今日子好きは未だに多いですからね、すごく、うん、ですよね。今日子ファンがすごい熱いですよ。そうなのであの相方の上原涼子ちゃんっていう子が15日から初ステージをやるんですけれども、私が出演するのは19日からなんですよ。19日から、はい、じゃあ残り時間も少なくなってきたので2カメさんに向かってそれも含めて告知をじゃあお願いします、はい、ですね、はい、じゃああれですね15日、うん、はい、あの相方の上原涼子ちゃんが一人で出演なので多分心細いと思うので皆さんぜひぜひ遊びに行ってあげてください。はい、はい、そしてですね私は19日から出演させていただきます、うん、浅草ロックショーレビュー、お昼11時からになります。ぜひぜひ遊びに来てください。詳しい出演スケジュールは私のブログか、私の所属事務所リアライズのホームページでチェックしてください。よろしくお願いします、はい、今ですねメイリンのブログのユーストが出てますので、はい、ブログのあのあれが URL コメント、ありがとうございます、ね、アナログな人間で小泉今日子といえば学園天国っていう熱いカンペを今出したやつがいますけど、はい、ま、何をやるかはまだ内緒です、まだ内緒でということでそっかユニットの風がなんかみんないろいろ出てきてる、内緒で、うん、当日のお楽しみ、ね、ユニットだったらまた幅が広がるからね一人で歌うよりもね、そうなんです、うん、面白いと思います、はい、じゃあもう一個私の方から、はい、失礼したいと思います。はい、あのもう恒例になってますけども鳥海啓太のミュージックシーバードというインターネットラジオを、やらせていただいております。毎週水曜日の20時に更新しています。人気のアニメソング声優ソング隠れた BGM の名曲などをどしどしご紹介しておりますが今週はですね声優の星総一郎さん、これが実はファーストアルバムを発売ということで、今までキャラソンいっぱい歌ってたけどアルバム出してなかったんですね、この人意外なことに。なので星総一郎さんの名曲をいくつかご紹介してます。来週は宮野真守さんのニューアルバムを特集する予定になってますので、ぜひブルーレイリオ .com 検索して聞いてみていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、さてさてということで1時間やってまいりましたけれども、はい、もう十分慣れたね。いやまだまだですよ。何そのノリ、何そのノリ、どうしたらいいの。はい、まあ正月かアイドル化計画ということでですね、はい、いろいろ無茶な注文をして指導をしていただいてますけれども、めいちゃん自身が何か喋りたいよとかやりたいよとかいうことがあれば、はい、じゃなくじゃんじゃん言ってもらって構いませんので、なんか宿題出てたっていう1ヶ月前に始まった時に何か宿題出てたっていう話をですね、来場の方から宿題はどうって言われて私も2人ともポカンって忘れてるっていう、何だったっけ、あれかな、あの私物公開っていうやつか、私物公開ですかね、あ、はい、コーナーをですよね、めいちゃんのコーナーを、めいちゃん自身の何か成長するためのコーナーをやっていいのかな、いいのかな、いいんじゃないのかな、いいんじゃないのかな、そうそうそう、みんなからどうぞどうぞって、あ、じゃあそっち、そっち、どうしてもお笑いに走るんだね。そうかそうか、ね、何やってみたいっていうのある。いやでも、うん、なんか私物公開とか意外にやってないんですよ、うん、どこでも何持ってるか、うん、はい、何見られちゃまずいものが入ってたりする。今ここでやってもいいんだよ、残り1分を使って、え、だから
え、私物公開どうしよう、今これだけしかないや、面白い恋人と、ね、これ前ちょっともらったんですよ、あの噂のですね大阪名物のお菓子をもらったんですけど、そう先ほどいただいたね、はい、この面白い恋人、うん、今手元にはねノートと面白い恋人しかないのでペンと面白い恋人しかないです、うん、でじゃあちょっとこう私物を一個ずつ紹介する、うん、次回からそうですね、はい、じゃあそんなこんなでいきたいと思います、はい、さてでは次回めいちゃんのどんな私物が出てくるのか楽しみにしていただきたいと思います。お送りしてまいりましたのは私瀬尾アスカとはいカノメイでした。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。